皆さんこんにちは。今回のテーマは日本人ってどんな人です。よく日本人は曖昧だと言われます。物事をはっきり言わないとか、本音と建前が違うなどです。皆さんは感じたことがありますか？まずはじめに外国人による日本語スピーチコンテストのビデオを見てみましょう。プテリ・レジェ・ローマニタさんのスピーチから、タイトルは日本人は嘘が上手です。ではご覧ください。私は日本へ行く前に大学で3年間日本語を勉強したので、日本へ行っても全く問題ないと思っていました。しかし日本へ来て、それは間違いであることが分かりました。日本のコンビニでアルバイトを始めたばかりの頃、私はお客様にレジ袋に入れますかと尋ねました。お客様はあ、いいですと答えたので、私は入れていいのだと思い、商品をレジ袋に入れようとしたのですが、お客様はいいってと少し怒っているようでした。そしてお客様はレジ袋を使わず、そのまま出て行かれました。国で日本語を勉強した時、いいというのは OK という意味だと習ったのですが、お客様の反応は思っても見ないものだったので、とってもびっくりしました。また同じ質問を他のお客様に尋ねた時、今度はいいですよという答えが返ってきました。その時私はレジ袋に入れず会計をしようとしたら、お客様はすみません、袋お願いしますと言いました。前のお客様のいいという意味はレジ袋がいらないという意味だったのに対し、今度のお客様のいいはレジ袋がいるという意味だったのです。逆の対応させられた私は訳が分からず困惑してしまいました。アルバイトが終わった後、このことを店長に話し、私の日本語はダメですかと聞くと、店長は笑ってダメじゃないですよと言いました。そしていいですという言葉には、はい、お願いします、 OK など同意や肯定の意味と、いいえ、結構ですなど否定を意味する時があること、またお客様の言い方やイントネーション、顔の表情を見てから判断することを店長に教えてもらいました。これは大学では学べなかったことでした。またこんなこともありました。ある日私は日本人の友達と服を買いに行った時、これどうですかと聞くと、友達はいいよと答えました。別の服でまた同じ質問をすると、答えはいいんじゃない、いいねだけです。本当にいいのはどれですか？結局私が一番いい服を買いました。その時私は大学の授業で先生が、日本人は嘘が上手です、日本人に意見を聞くとほとんどいい答えしか返ってきませんよ、でもこれを 100% 信じないでねと言ったことを思い出しました。文法や単語は本やネットで検索したらすぐ分かりますが、日本人との会話になると途端に難しくなります。どういう意味なのか、どうすればいいのかがよく分からず、しばしば誤解をしてしまうこともありました。日本に来たばかりの頃はこのように日本語のニュアンスが理解できませんでしたが、しばらくすると表現や言葉の使い方などが分かるようになりました。日本人ははいやいいえ、率直な気持ちをはっきり言いません。それはなぜでしょう？日本にはお互いを尊重するという決まりのようなものがある気がします。相手の気持ちを優先するあまり率直に物事を言わないようです。
相手を傷つけないよう言葉を選んで話すので、結果このように曖昧な表現になるということが分かりました。世界中のどの言葉にも特徴があります。例えばインドネシア語には時間を表す文法がありません。フランス語にはものによって性別があります。そして日本語の特徴はこの曖昧さおよびニュアンスです。確かに私がレジ袋に入れますかと聞いたとき、お客様にすぐにいらないと言われたら、一生懸命頑張っている私は傷ついたかもしれません。また友達と服を買いに行ったとき、私は本当にいいと思っていたのに、いえ、良くないですとはっきり言われたら、私は気分が悪くなるかもしれません。これらの曖昧さは日本語にしかないものです。日本語は曖昧さがあるからこそ、誘いや依頼など断っても相手を傷つけません。これこそ日本語の美しさです。私は日本語を学べば学ぶほど興味深く、今後もこの日本語の美しさを理解できるよう努力していこうと思っています。最後に、日本人は嘘が上手なのではなく、相手を大切にすることが上手なのだと思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。いかがでしたか？出てきたエピソードを少しまとめてみましょう。レジ袋に入れますかという質問に対し、いいですという答えが返ってきました。でも一人目はレジ袋はいらないという意味、二人目は必要という意味だったのです。これは確かに分かりにくいですね。言い方やイントネーション、顔の表情を含めて判断しなければならないわけです。二つ目は、友達と服を買いに行った時、いいんじゃないという答えしか返ってこなかったという例でした。日本人は自分の意見、率直な気持ちをはっきり言わないという印象を受けています。彼女はこのことについて、日本にはお互いを尊重するという隠れた決まりのようなものがある気がする、相手の気持ちを尊重し相手を傷つけないよう言葉を選んで話すので、結果このような曖昧な表現になると結論しています。これは好意的な評価ですね。それとは逆に、もっとはっきり言ってほしい、そうでないとどう思っているのかがわからないという意見を持つ人もいるでしょう。皆さんはどう思いますか？さて、今回は外国人の目から見た日本人と日本語の曖昧さについて考えました。これらは日本人が曖昧だと言われる一つの理由と言えるでしょう。次回は日本社会の特徴と言われる空気を読むという点について考えたいと思います。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。